第35回選抜女子駅伝北九州大会1月21日福岡北九州市の小倉城歴史の道発着前日の1月20日各チームのオーダーが発表された選抜女子駅伝出場チームのオーダーをチェック一般の部木間 27.2km 和実業団チームと地元北九州市一般選抜を含めた9チームが出場 昨年11月の全日本実業団対抗女子駅伝、クイーンズ駅伝を優勝した積水化学は、V メンバーのうち佐々木梨奈々が4区、3.8km に入った。1区、5.3km は荒井優奈、最長区間の最終5区、10.4km は山賀瑞穂が務める。岩谷産業はクイーンズ駅伝8位のメンバーから2人、安井恵里奈、久喜優奈が出場。 3区 3.9km に安いアンカーに日先を起用する。高校の部6区間 27.2km には北九州市高校選抜を含めた22チームが出場。昨年の全国高校駅伝を制した上村学園、鹿児島はその時の優勝メンバー全員が出走する。1区 5.3km を黒上里ナ2年2区 3.8km。 ニカ,リバカロライン3年3区 3.9km ートル。和野口シャキオン1年5区 5.9km 和オグラハルナ2年6区 4.5km メート瀬戸口林、1年がそれぞれ務める4区 3.8km2 は都王子補欠だった銅藻のココハナ1年が担当する全国高校駅伝3位の立命館宇治京都は1区に芦田若 1>, 1年、2区に佐藤優愛、2年、と都大路でいずれも区間賞に輝いた2人を並べた。また中盤以降も、3区、山本優美、3年、5区、池田優恩、3年、6区、大西東華2年、と主力を配置した。全国高校駅伝4位の訓営女学院、大阪は1区に2年生エースの塚本優愛を起用している。この 1>, 1区では昨夏のインターハイ3 0 0 0ル6位、日本人2位の北九州市高校選抜、武田小春、小倉さん、2区ではインターハイ8 0 0ルトの東大阪大敬愛、久保林、